保護通信の元の記事はこちらからご覧ください。簡単に説明すると、インドで40年間行方不明だった男性が発見される。 YOUTube に投稿された動画がきっかけ。男性は26歳の時に失踪し、浮浪者生活をしていた40年間行方不明だった男性が発見されたと話題になっている。男性は1978年にインドのマニプール州インパール市の村尾から突如消えてしまった。発見された男、精神は現在66歳、行方不明になった時は26歳で元将校だった。この時結婚していたシンさんは妻と離婚し、その後40年間連絡が取れなかった。ところが、ムンバイの街で撮影された有名なハリウッド曲を歌うミュージックビデオに彼に似た老人が映り込んでいたのだ。このことは口コミで広がり、瞬く間に本人の耳に届いた。この映像を撮影して YouTube にアップロードした社記は、彼は浮浪者姿になっており、この映像に映ってるのは40年前に失踪した人物だった。ヒンドゥー語で歌を歌い、お金を稼いで、いたよ。建設業者で働いていたが何回も事故に遭い、今は酒に頼って生きていると信との出会いを語った。そしてその男性は40年前に行方不明になった男性だという。その後もシャキルは信にしばしば会い、ある日彼が歌っている姿を撮影しなければと決意した。そして信の歌の撮影に成功し、それをアップロードしたところ、動画は10万再生され、とある視聴者がインパール市地域協会にそれを報告、行方不明の知人であることを調査し、インパール市警察署に連絡。インパール市警察はムンバイ警察と協力して道場下で野宿している彼を捜索した。その結果シーンを見つけることがで、家族とも40年ぶりに再会を果たした。弟もその報告を聞き、兄と再び会い幸せすぎて言葉にできない、と語った。なお、死が40年前に姿を消した理由については説明を拒否した。歌の動画と再会の様子は下記の動画よりご覧になれる。